おはようございます。8月16日6時12分です。今日はこれから2ヶ月アルバイトをする津別町まで移動するんですけども、今から8日午前、そこはエゾミソハギが満開と書いてるんで、ニコロ八花公園っていうところ行ってみたいと思います。 1時間ぐらいかな、北見の方にあります。道内2番目の長さ 4.1 キロもあります。2009年3月に開通したそうですが、それまでは個々のルクシ峠を越えるのが本当に大変で、地盤も緩いので土砂崩れで亡くなられた方もおられたそうです。もうすぐニコロ八花公園に到着します。ここ北見は八花でとても有名ですけれども、もともとは世界の7割の生産量だったそうです。しかし安価な合成八花ができ、北見の八花産業は衰退してしまいました。そろそろ津別町っていうところに到着いたします。北海道の東の方、オホーツク地方の方にある津別町、こちらで私はこれから約2ヶ月ぐらい、玉ねぎの畑でアルバイトをして、それから帰る予定になっています。ですのでしばらく北海道の情報を発信できるかなと思います。あと、玉ねぎ畑の情報なんかも発信できたらいいんですけど、北海道はとても、広いです。こちらのオホーツクの方、知床だとか、網走、あと北海道の文化なんかも、ちょっと勉強して、発信できたらいいなと思っております。これから2ヶ月去年もやったんで、仕事を持つと思うんですけども、普段慣れない、仕事ですので、今渡るのは網走川という川です。この網走川の近くの畑で私は仕事をさせてもらいます。もうすぐ2ヶ月間お世話になるところに到着します。左側が津別川、そういえば津別町というのはトゥベとアイヌ語で2つの川という意味なんだそうです。網走川とこの津別川だと思います。なんか帰ってきたっていう感じがする。おー、美幌の名店
田村にやってまいりました。あんまり自分だけにガーリックステーキ、こっちがポークソテー1,000 feet.